きましては N1300 レースです。20周で争われます。このレースの車両なんですが、スターレッドをベースにサスペンション以外はほぼノーマルな車両を使用しております。最近とても盛んなワンメイクレースで、入門用として安い費用で手軽に参加できるクラスとして大変人気がありまして、今回も38台という大量エントリーがありました。予選が行われまして、そのうち26台がこの決勝に駒を進めてまいります。このようなフレッシュマンクラスのレースで腕を磨きまして、一流ドライバーに成長していく、これが今の日本のレース界での構成になるわけなんですよね。まあ、今回38台という大量エントリー、そのうち12台が予選落ちをしてしまう、フレッシュマンのレースとしても一歩も気が抜けないといった、こういったレースなんですね。あの予選落ちって言いますのはね、はい、そのコースによって、例えば幅とか長さね、これによって何台しか決勝に出れませんよという、そういうルールがあるんですね、はい、だからまあ予選落ちするんです。まあ、日本中でね、いろんなメーカーの車でこういうワンメイクスやってるんですけどね、まあ、新人のレースっていうと、まあ、半分楽しみ、半分以上ね、楽しみがありますよね。ところがね、予選ではね、この予選通過のために楽しみは全くない、かなりね、そのシビアなね、スポーツになってるんですよね。まあ、それだけに予選を通過してこの決勝に進んできた選手というのは実力差がさほどない、だから激しいレースが毎回展開されるということになりますね。そうですね、腕も似てる、車の性能も似てるということですね。まあ、この中から将来のトップレーサーが生まれるわけですからね、はい、まあ、頑張ってもらいたいですね。ご覧のように激しいトップグループでの争い、6台で行われます。かなり激しい争いですね。コースを幅いっぱいに使いましての激しいバトル。さて、ここで3番手のマシンで3位争いをしていたマシンがスピン、それに4番手あるいは6番手のマシンが接触、さらにこれは大きいアクシデントです。後続の、わあ、これはすごい、これがフレッシュマンのレースですね。いやいやいや、すごいすごい、いやー、これは激しいアクシデントですが、さっき言いましたように、あのハイスピードですからね、やっぱり障害物がね、たった1台でも次から次へとね、逃げ場を失うわけですよ。ご覧の通りにコース上が塞がれてしまいましたね、赤旗ですね、コースが塞がれてるとか、救急活動をしなきゃいけないとか、そういう場合に、赤旗が振られてですね、レースを中断するというわけなんですが、さて救急車が出てまいりましたが、どうやら選手は大丈夫のようですね。これだけのアクシデントでも、これはね、やっぱりロールバーとか、ヘルメット、それから